はい、どうも、リョウジンと申します。今回はですね、粉塵まといを、より生かしたガンラン装備をね、紹介していこうかなと思います。前回もね、スキルについてお話をさせてはいただいたんですけども、まあ、今回はこのスキルを中心に、ガンラン装備を組んでみたというところでございます。まあ、まず必要な攻撃回数さらに減少、レベル3ですね。ガンラン数って15ヒットになります。フルバースト7発 ×2 で14。あと一発当てたら、粉塵まとい発動できるよっていう感じですね。ガンランスで15ですからね、意外ですね。ちなみにレベル1だと30回なんで、約2分の1の回数で、約半分でですね、粉塵まとえるっていうね、素晴らしいですね。ちなみに通常型のフルバレットファイヤー打ち込むと 15ヒット近くになるので、まあ一発で、フルヒットすれば一発で粉塵まとえるっていうね、そこも相性がいいですね。で、粉塵まといの、まあ、狙うのは青粉塵ですね。青粉塵の爆発が、プレイヤーの基礎攻撃力かける1.25倍になりますので、今回は基礎攻撃力の高めな通常型、ガバルディを、持ってきました。そして攻撃力プラス15上げておりますので、ステータスリート370になりますね。まあ、これ飯食ってる後なんであれですけども。まあ、それに、今回挑戦者を、まあ、発動させて、怒ってる時の攻撃力さらに上げていこうかな、なんて思ってるところでございます。まあ、このスキルを使うにあたってですね、よく相性のいいスキルが、合身というスキルがあるんですけども、合身でね、まあ、吹っ飛びを一回ね、無効化するっていうのも非常にいいと思うんですけども、そうなってくるとね、粉塵まといがレベル3が非常に重たい。僕は今回レベル3で使いたいんですよ。まあなんで今回は切ってますね。まあ15回で粉塵まとって もし吹っ飛んでしまっても、まあ範囲は狭いとはいえ100ダメージぐらい入るので、まあバンバン、まず常にまとってる状態をね、維持しながらやっていきたいなと思います。多分火力で言うと青粉塵600は超えると思うので、この計算だとですね、非常に火力になる。と思う、これを特化すればですね、まあその分ちょっと火力特化してる分安定感はあんまりないのかもしれないですね。ガード強化レベル1だしね、そのあたりがちょっと難しいところではありますけども、まあ連撃とかもちょっとレベル1発動してるし、まあリバブラでどんどんかわしながらやっていきたいためにも、まあ風まといは採用してるかなっていうところでございます。装飾品はこんな感じでございます。まあまあまあそこそこ入れれるのかなっていうところですね。五石はかきり召使いと合人剣馬レベル1のスロ4 1個でございます。久々の登場ガバルディオですね。まあこいつを選んだ理由は通常型レベル8っていうところですね。で、攻撃力全振りできるっていうところがポイントですね。では早速やっていきましょう。必ず遂行する。さあということで、さあ、ということでやっていきましょうか。今回は月光シャラージャン、レベル、何本だこれ。結構高かったですね。161ですかね。やっていこうかなというところでございます。まあ、とりあえず15ヒットしてまとって20秒待ち、青粉塵になりますから。まあ、20秒間っていうのがね、すごい肝ですね。耐えなきゃいけないので、仕方ない。まあ、そういうスキルですからね。まあ、20秒ぐらいやったらね、青粉塵活かせるんじゃないかなと思うけど、これ地下にいるのか、これ。はい、ということでまず会いに行きましょう。さあということでやっていきましょうか。フルバレットファイヤーは開幕打てそうにないですね。なんでフルバーストどんどん当てていきましょうか。どれ、ここ当たらんでしょ。オーケー、投げ払って一旦逃げましょう。今回ね、回復じゃねえ、今回回復距離アップないですからね、気をつけましょうね。ビーム来そう、後ろ見てくれてる、ありがたい。よっしゃー、まとった。フルバ2回でまとえるっていいな、そう考えると。入った、大丈夫、まだ吹っ飛んでない、大丈夫、問題ない、ノー問題だ。あいつこ、よし、まだか、20秒まだか。早すぎる、さすがに。おらおら、堅実な立ち回り、やめて。いきます、そこ、あいえ、粉塵584でしたね。600いかなかったな、おい。おかしいな。おかしいな。まあでも580入んのか、でもこれでも600近いとはいえ、やめたやめたやめた、硬いな。そこ、いえ、まとうんだな。はい、あ、弾かれるか、大丈夫、問題ないです。弾かれたところで、吹っ飛ばされたところで119、カウンターで100入るからな。突進くるよね。フルバースト当ててー、マジで俺んとこくれ。オッケー、そこバック後方、あふー、大丈夫、まだノー問題、
まだ大丈夫、まだ粉塵まとってないからね。これでまとう、よーし。やっぱレベル3のまといいいっすね、マジでめちゃくちゃいいと思うわ、本当に。爆破、イエス、一旦逃げます。あ、弾かれるの嫌なんだよやっぱ心眼やっぱ欲しいよな、マジで。今回外さざるを得なかったんだよな、スキルが重たくて。そういう遠距離のビームとかが当たってしまうのは良くないんだよな。今回のコンセプト的には間に合ってないんで。痛い痛い、だから弾かれるなってダメなんだよ、弾かれたら。違うんだよ。あ、一旦逃げましょう。これは無難に逃げましょう。追いかけるに決まってんだろ。危ねえ、危なかった。フルバー当てていいですか。フルバー、ごめんなさい、悪かった。もう一発フルバーが当てたいな、フルバーを当てたいな。いいっすか、はい。まだ大丈夫、まだまとまとってない、まだまとってないから大丈夫。危ない。まとった。20秒待ちましょう20秒待ちましょうってカップラーメンみたいなこと言いやがって。だー、あ、でも大丈夫。あ、この吹き飛びは大丈夫なんですね。ダメージがある吹き飛びがダメなんですね。よかったよかった。もう一発、もうその動きは読めてる。そして青粉塵をまとってバーン。あれ、ま、青、あれなんで青踏みが、あー、そっかー。この技のちょっと細かな仕様で、なんかエリアチェンジした後に、まあこう目標っていうか、なんていうんですかね、敵死が切れるじゃないですか。切れた時って粉塵まといが消えちゃうんですよ、エリアチェンジする時っていうのが。うん、あー、もったいねー、マジでもったいねー。今の青粉塵当てたかったのに。ここはもうフルバレットファイヤーのチャンスなのでは。いやー、あ、素晴らしい。そーれピッ、おいさあ、ということで、あー、お前粉塵やってんだ、それ。悪かったよ、じゃあ悪かった、お前が行くんだ、じゃあ。よし、いいぞ。さっき俺倒れてるから、総理をしてる時にまとってるから、ちょっと時間があるんだな。お前に当てたい。よーし、ティラさんいきます。それできる限りだったらな、青粉塵はな、バック砲を当ててるバフの時に当てたいんですよね、個人的には。それこのままバック砲のバフも乗りますから、この青粉塵は。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。悪くない。青粉塵なった。ただ落ち着け、まだ落ち着け、いけ。よし604、ほーらな、いっただろ。よし、お疲れ様でした。いいでー、これが20秒間ごとに発動することができる。まあフットバンカッターらの話だけどね。いや、俺今後も使っていきたいな放射型と通常型を使うときは多分粉塵レベル1かレベル3を混ぜてますね、多分ね。拡散だけはな、相性が悪いのは。拡散はまた別のアプローチで使っていけたらななんて思いますね。いや、面白かった吹き飛ばなかったらいいだけだからね。はい、ということでご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。